皆さんこんにちは。カタナの導入マニュアル基礎編についてお話をしたいと思います。こういった形でカタナについて学んでいきたいと思います。カタナの利点について軽く触れて、カタナをどうやって使うか、なぜ使うのかという話は先ほどいたしましたけども、それをもう一度踏まえながら、カタナを実際に使ってデータのやり取りをしていきたいと思います。まず、マヤからカタナへのデータの受け渡しですね。先ほど言いましたアレンビックは USD を使っているわけですけども、それのお話をいたします。アレンビックデータを読み込んだ後に、どのようにしてそれをカタナで使っていくか、そして、そのカタナの中でそのデータをどう扱っていくか、どういうふうにパラメータを追加していくかという話です。カタナのユーザーインターフェースの特徴としては、ドラッグ&ドラッグを使って行うということがあります。まずこれを覚えていただきたいと思います。そしてビューワーに表示するわけなんですけれども、既存のツールと違ってデータを読み込めばすぐビューワーにデータが表示されるわけではなくて、シーングラフというところからビューワーに何を表示するかというのを任意に選択する必要があります。それを行うと、このようにビューワー上にモデルデータが表示されるわけなんですね。このビューワーの中に表示するのにデータを選ぶというやり方はカタナ独自のものなんですけれども、これがあることによってビューワーに負担をかけないという仕組みになっています。既存のツールですと、データを開いた段階で全てのデータがメモリ上に読み込まれて画面に表示されるわけなんですけども、カタナはそれさえも時間を費やすものとしてできるだけ省こうと、そういった設計になっています。これはバックドロップを使っているわけですけども、ノードグラフを使うときにバックドロップを使って整理して分かりやすいようにしています。コンポジットツールのニュークをご使用の方はもうおなじみのツールだと思います。カメラの設定ですね。カメラは例えばマヤからデータを読み込むこともできますし、カタナの中でカメラを作ることもできます。そしてライトの設定ですね。今回はアーノルドを使っていますけれども、アーノルドを学んだことのある人はすごく分かりやすいと思います。カタナの中でもアーノルドが同じように使えます。これはライトを設定しています。ギャザー3と呼ばれるものを使ってライトを設定していくわけなんですけれども、このあたりは少し既存のすると違うかなと思います。ビューポート上にライトを表示してライティングをしていると思いますね。続いてマテリアルの設定です。既存のツールからマテリアルを持ち込むというわけにいかないので、カタナの中でマテリアルを行うわけなんですけども、カタナはもともとルックデブツールとして開発されていますので、カタナで使ったマテリアル設定をオブジェクトから独立させて持つという設計になっています。ですので、本来のフローをカタナに持っていくわけとすればですね、マテリアルもカタナでルックデブを行って、カタナでマテリアルを作るという流れになります。ですので、ここのマテリアルをカタナ上で作るということも覚えていただければと思います。これはマヤでいうところのハイパーシェードのシェーディンググラフというふうに考えていただければいいと思います。カタナの中でシェーディンググラフを作るとこんな形になっています。はい、それを先ほど読み込んだオブジェクトに割り当てていっているところですね。このキャラクター、このオブジェクトにですね、マテリアルを割り当てて、ライトをして、カメラを設定して、そして今こうレンダリング設定しています。レンダリング設定は前の中の設定とほぼ同じようなパラメータになっています。レンダーにはいくつか種類があります。プレビュー、ライブ、ディスクレンダー、レンダーファーム、それらについても説明いたします。そして刀状態でレンダリングするとこういった形になります。刀はウィンドウの大きさを自由に変えれますので、これはレンダーした結果を表示するモニターと呼ばれるもののウィンドウです。それを画面いっぱいに表示しています。レンダリングを何度も何度も繰り返すと、このカタログと呼ばれるところに登録されていきます。カタログをもう一度見返したり、カタログを比べたり、そういったことができるようになっています。またモニター上で部分的に囲ってそこだけをレンダリングを更新したりすることもできます。スワイプを使って A と B を比較することもできます。また色の具合を見るのにヒストグラムを使ってこのように表示していくこともできます。以上が基本的なルックデブの設定です。このルックデブのセットを一旦終えると、まずカタナの基礎編を終えたことになると思います。